はい、本日ですね、こちらのヌプシジャケット3大規格をやっていきたいなというふうに思います。ということで、まずはですね、普通の日本規格のヌプシジャケット、はいはいはい、これは分かりますよね。で、次これ海外モデル、要はアメリカモデルのヌプシジャケットで、それで最後はですね、シュプリームとノースフェイスのヌプシジャケット、だいたいこれ毎年出てきてますけどもね、まあその辺の例えばサイズ感とか、まあそういう何が違うんかとかっていうところね、お伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まずは最初サイズ感からいきたいなと思うんですけども、サイズ感もちろん日本サイズが一番小さくできてます。同じ L サイズやったとしても、若干ちょっと小さめにできてるってことなんですが、僕まず着用するのがこれ、日本規格のヌプシジャケットがサイズ XL サイズで着用してこんな感じです。別に XL サイズでとんでもなくでかいっていうこともないし、身長178センチ、体重69キロということで、70でございません、69ということで思って覚えていただきたいんですけども、こんな感じが XL サイズになっておりますね。まあヌプシはね、基本的にこの袖口とかにベルクロが入ってて、ゴムも入ってるし、もっと言うならこの腰のところもね、ベルクロっていうか、あのドローコードでギュッて締めれるので、まあ、そんなにね、あの着膨れすることは日本規格はないんですよ。で、まあ、XL サイズで着てますと。で、その次に着てみてもらうのが、海外モデル US 規格のヌプシジャケット、これは今回見ていただくのは M サイズです。 M ですよ、海外規格の M サイズだから、まあ、日本で言うたら L ぐらいかなって感じなんですけど、そもそもね、同じジャケットやのに見てください、若干規格違うんですよ。丈短めの横大きめなんですよね。これもし日本の M サイズやったらもっと横も細いと思うんですけど、やっぱ海外 US 規格やから、そもそもの規格がちょっとなんていうの、ボックス型というか、日本はちょっと縦にスリムな感じのシルエットになってるけど、海外モデルはちょっとボックス型になってるっていうところがね、同じヌプシといえども若干違うんちゃうかなっていうところで思っております。こんな感じですね。まあ、それ以外はね、パッと見た感じでそんなに分からへんと思うんですけど、まあサイズ感でいうとそういう違いがあるということで、次がね、皆さんがお好きなシュプリームとノースフェイスですよね。こちらのサイズ感を見ていただきましょう。これがですね、サイズ M サイズで着用しております。シュプリームやから、あの海外ヌプシと変わらんのかなと思ったら、また違うんですよ。見てください、ちょっと大きいでしょ。だから M サイズって言っても、まあ、日本規格で言うたら L とか XL ぐらいあるんちゃうかなっていうぐらい、シュプリームやったら僕ね、これ M で10いい感じやなと思うんですよ。で、特にこう身幅が大きいっていうわけもなく、全体的に大きい、着丈も大きいし、さっき同じ M サイズで海外ヌプシ着たんやけども、それと比べてもらうと丈もちょっと長めやしね。で、それでいて着丈も全然問題ないので、 L やったらもう一個ちょっと大きくなってくるかなと思うので、まあ、この辺が、同じヌプシといえどもちょっとサイズ感がやっぱブランドとか、国によって違うっていうところでね、あ、面白いんじゃないかなということにはなっております。あ、ちなみにね、あのこれ後でも紹介しますけども、本革のレザーでございます。で、レザーやからこの肘のとこも擦れております。どっちやったかな、こっちかな、肘擦れておりますけどもね、肘擦れがどこにあるかわからんけども、ちょっと見ましょうか。あ、ありました、肘擦れ出ておりますね。ここ肘擦れになっているんですけども、こんな感じで肘擦れが起こっております。ではですね、それぞれの価格に行きたいなと思うんですけども、値段ですね、値段がまあ大体どんなもんなんか、まあ、まず日本規格のヌプシジャケット、ちょっと今年から値上がりしてますし、サイズ感ちょっと変わってるんで、あくまで参考レベルになってるんですけど、大体3万5000円ぐらいで、販売されてるっていうのがこちら日本のノースベースで、海外のノースベース、こっちに関しては基本的には正規代理店っていうのはないんですけども、まあ、楽天とかで、直接輸入して売ってはる方とかいらっしゃるんですけど、それでだいたい4万円いかんぐらいかなと、まあ、3万後半もしくは3万半ばぐらいなんで、まあ、日本のやつより少し割高か、まあ、同じぐらいっていうのが価格帯です。で、このシュプノースに関しては定価で買えれば、だいたいシュプノースって、まあ、10万もいかないと思うんですけど、まあ、プレネで買っちゃうとだいたい20万とか、まあ、このモデルとかだったら20万ぐらいしますけども、他のモデルとかでも十何万とかね、ちょっと高くなったりしますので、普通にね、定価でもし買えるんやったら買えたで問題ないと思うんですけど、そういったことで、あの値段がちょっとだいぶ違いますけどね、最後のだけ違いますけども、価格はそうなってますと。で、次にね、性能ですよね。性能的に違いがあるんかって言ったら、実は違うんですよ。違うんですかと、これ見た目もそっくりやのに違うんかってことになってくるんですけども、そうなんです。この日本規格のね、ヌプシの方はね、まあ、同じくこうやって綿入ってるんやけど、この綿ってね、実は三重県の工場で洗浄されてる綿やから、これは日本のために作られた綿なんですよ。だから日本規格のノースフェイス
にはその三重県で洗浄されている綿がよく有名で使われてる、ね、川田フェザーってまあ有名なとこあるんですけども、水がきれいやからね、きれいに洗浄できるっていうところで、あの三重県にええとこあるんですよ。でまあそれはそれでええとして、まあ、そういう綿が使われてると。でなんやったらここの腕のとこの生地がリップストップナイロンって言って、この格子状に編まれてるので、少しちょっとこうやって破れたとしますと、で綿中から出てきてて破れたとしても、そこからギュ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 ってこう破れない理由は何でっていうと、こうリップストップ格子のようにやってるから止まるんですね。グッて止まってるので破れないようになってるんですよっていうのが、この日本のノースフェイスのヌプシジャケットで、海外のノースフェイスのヌプシに関してはですね、綿がさっき言ったみたいに違うんですけど、これに関してはしっかり免疫されてます。レベルがここにあるんやけども、700フィルパワーということで、かなり表示あの水準的には高い綿が使われてます。いい綿が使われてる、だからこんなにふわふわしてるんですよ。だから洗浄云々とかっていう前に、そもそもの素材がいいのがこの綿が、素材いい綿なんですけど、まあ、それが採用されてますと。ただこれはね、リップストップナイロン使われておりません。なのでまあつるんとした感じになってるんで、その辺はちょっと違うんですが、じゃあ日本のやつの方がいいのと言われると、そういうわけではないんですよ。リップストップナイロン使ってるからって言って、薄いリップストップナイロンやったらやっぱ破れちゃうじゃないですか。分厚いリップストップナイロンやったらそれ破れへんけども、これ結構比較的薄いんですよ。だからまあ後でデメリットでも言うんですけども、ちょっと中からね綿が出てきやすいんですよね。だから僕もう何箇所も穴開いてるんやけども、まあ、それは仕方ない部分でもあるし、逆にこっちはリップストップナイロン使ってないけど、もう少しちょっとコーティングされたような、綿のちょっと抜けが少なそうな感じのね生地が使われてるので、実際これはまだ綿出てきてないんですけども、そういったことで実はちょっと違いますと。でシュプノースに関してはね、これもね同じく700フィルパワー使われてて、中の綿どこのなんですかいうと、シュプノースに関しては基本的にまあ言うたら海外で作られてるものなんで、 US 規格と同じです。 US 規格と同じものが使われてるので、綿も同じような綿が使われてると。でこれだけ唯一、レザーになってますので、あの他の2つはナイロンジャケットなんやけども、これだけレザーになってて本革を使われておりますのでね、もう完全防風でございます。全然風が入ってこない。でまあこのモデルに関してはもうあの2017年がなんかもう5年くらい前のやつだから、もうないんですよ。だからないからこんな話してもしゃあないんやけども、まあ基本的にはシュプノースっていうのは US 規格の、バタとか US 規格の素材っていうのが使われてて、売るときだけ日本のノースフェイスゴールドウィンを通じて売っていくみたいな流れになってるんで、生産が日本のノースフェイスがやってるわけじゃないんでね、あのまあこの辺はちょっと違うんですけども、分け方としてはまあこの日本規格と海外シュプノースみたいな分け方がね一番あの頭にプスッと入ってくるかなとは思います。でまあこれは年代によってちょっと違う部分であるんやけども、ヌプシってこの裏側にフードついてるでしょ。これパッて開けたらフードがくるくるくるって出てくるんやけども、これは日本モデルも海外モデルもあるんやけども、このシュプノースに関してはありません。まあレザーやからなかったんかって言われたらそうかもしれんけども、まあ、これはねあの毎年モデルによって変わってくるんで、ちょっとこの辺に関しては一概に言えないんですけども、まあ、こういった違いはありますよと。でじゃあデメリット教えてよと、その違いは分かったからどこにどういいのっていうのを教えてよっていうことだと思うんですけども、これねさっきも言ったみたいに結構比較的綿が抜けちゃっております。で、まあ、綿抜けててもしゃあないってしゃあないですよ。値段的にも安いしね、しゃあないとは思うんやけども、こういう風な感じでもう完全に綿がねこうピヨ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 飛び出てたりとか、これまあ縫い目のところやから仕方ないんですよ。どうしてもここが出てくるから仕方ないっちゃ仕方ないんやけども、それ以外にやったらさっき見てもらったところとかもね、ここ綿が出ておりますし、それ以外にもここをねもう摩耗してますよね。ちょっとこうわやわやになってるか、もやもやになってるの分かります？ちょっとここだけの生地感がもう劣化してるんですけども、まあ、こんなんとかはやっぱりこうボディバッグずっと持ってたりだとか、そうなってくるとあからさまにここだけねあの分かりやすく劣化しておりますけど、まあ、こんな風になっちゃうっていうこともあったりするんで、そんなに耐久性が高いようなモデルではないんですけども、その辺がちょっとデメリットになってくるかなと。他のねこういったモデルとかになってくるとやっぱゴアテックス使ってたりとか、あとそもそも生地がもうちょっと分厚めに作られたりするので耐久性がちょっと高いんですよ。でもそれがヌプシにはあんまりあのないので、まあそういうところはねあのちょっとデメリットになってくるかなと思うし、で続いてねこちら海外のヌプシジャケットの方に関してはね、まあ特に性能的な問題って今のところは見つかってないんですよ。別に綿が抜けてきたりするわけじゃないし、あのいい綿使われてるからねいいんやけども、まあ、何っていうとやっぱりちょっとあの外人向けのサイズ感になってるんで、あのそれがね合う人と合わない人いてますよね。日本人のサイズ感にこうピュッて合うような感じじゃなくて、ちょっとこうぼやっとしてる感じはあるので、まあ、スタイリッシュさとかその人によってね合う合わないっていうのが結構露骨に
に出ちゃうんですけども、日本規格の方がまだどんな体型の人でもさっとこう着こなせれるようにはなってるんでね、まあ、この辺ちょっとデメリットというか、合う人からしたらいや全然関係ないよっていう感じなんだけども、合わない人からしたらいやそうなんすよねと、ちょっと僕合わないんですよねっていう人もいてると思うんで、まあ、その辺がデメリットで、最後シュプノースに関してはね、まあ、これは特に性能がうんぬんとかっていうことじゃなくて、これに関してはもうレザーやから雨濡れたら終わりなんですよ。だから雨に濡れれないっていうところはね、まあ、これちょっとデメリットになってはきてるんですけども、まあ、今年のモデルがレザーかどうかっていうのは分からへんから、まあ、その辺はまあまあその年によってちょっと違うっていうことで、まあ、一旦終わりたいなと思いますが、次はおすすめの人ですね。どういう人にじゃあおすすめになってくるのというと、まずはこの日本規格のヌプシ、これ最後ですからね、よく聞いてくれてくださいよ。日本規格のヌプシに関してはどういうところにおすすめかっていうと、やっぱりさっとこう街中で着るぐらいだったらちょうどこれぐらいでいいんですよ。確かにへたってきてますよ、確かに穴も開いてますよ。やけどもそんなにこうサバイバルしてるわけじゃないしね、まあダウンって言ってもやっぱりこう5年ぐらいやっていったらどんどん綿もしぼんでくるしね、ちょっとまあ劣化もしてくるから、まあそれはそれでしゃあないかなっていうふうに思う方とかやったら、これで別にもう待ちようとしてパッて着ちゃえば全然問題ないし、ただ火の粉は気をつけてくださいよ。ナイロンジャケットはとにかく火の粉アウトなんで、タバコ、それ焚き火、それはもうダメですよ。それでもわしはタバコ吸いたいんやって言うんやったら、もうダウンを脱いで吸いてください。もう寒くても何でもしゃあないから、それはもうダウンジャケット守ってあげてくださいね。はい、ということで、まあ待ちようとしては向いてるよと。そして次の US 規格、まあこれに関してはどんな人向いてんのっていうと、やっぱりね、日本規格にはないカラーリング、そして柄があるんですよ。これもそうなんだけども、まあ最終的には落ち葉柄とかこの葉柄みたいなもね、日本でも出たんやけども、基本的には海外のこの柄っていうのは海外でしかないし、海外のカラーっていうのは海外でしかないので、あれ日本のヌプシとちょっとちゃうなっていうのは、まあ、好きな人からしたら好きやろうし、まあ興味ない人からしたら興味ないやけども、まあ人とちょっと違う色味とかが手に入るかもしれませんねっていうところが、まあ、おすすめになってくるし、まあ最後のシュプノースに関してはもうこれに関してはもう毎年違うからなんてことないやけども、このジャケットに関して言うならば暴風のダウンジャケットなんですよ。レザーって暴風でよくバイクとかでも乗ったりすると思うんですけど、とにかく風通さないんですよ。で風通さへんくてダウンジャケットだからめちゃくちゃ最強なんですよ。僕これ着て真冬の12月とかに東京までバイク乗って500キロぐらい走ったりしたんですけど、さすが暴風全然風入ってこない。ただやっぱりこの首のところの隙間とかからはね、もうやっぱ100キロとか出してるところもあるからね、隙間バーって入ってきたりしたけども、基本的に下道でピュッて走ってるぐらいなんかもう全く風入ってこへんからね、あこれゴアテックスぐらいすごいなと思うけど、まあ、さっきも言ったけど雨の時アウトやから、まあ雨の時はちょっとあれなんですけども、まあ、レザーのダウンジャケットっていうのはね、あこういうところでいいんやと。でバイクとか乗るんやったらなおさら守られてやなあかんから、重たいんやけどもこう頑丈さというか丈夫さもあったりするんで、これはまあ用途にはよると思うんですけども、僕まあ真冬になったら結構これ着てるんですよ。なんでかって言ったら暴風で暖かいでしょ。でちょっと真冬の時普通のヌプシでは寒い時あったんですよ。だから12月とかはいいんやけども、1月の後半とか2月のもうめっちゃ寒い時とかはちょっともうヌプシじゃ我慢できんってなった時には、まあ、こういうレザーのヌプシを着たりはしてたんですけども、まあ、そういったことで今回ヌプシの3大比較、ヌプシのこのこの葉柄とかシュプのやつ早紹介して早紹介してずっと言われてましたけども、まあ、これでね比較ということでご紹介させていただいたということで、本日ですね、ヌプシジャケット3大比較の動画を撮ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。